行くぞ。それにしてもこの木の形、本当にわしらを導いてるみたいだな。ダーナさんの祈りが通じたということなのでしょうか。よくわからん。でもよかったな。中もボロボロ。意外と大きな建物ですね。何かの施設。道中も見えちゃいたが、こりゃ思った以上に広い町だな。ええ、もはや都市といっても過言ではありませんね。建物すっごく高い。リコッタ、こんなの初めて見る。ラクシャネーの住んでたところ、もっとすごいか。いや、どうでしょう。エレシア大陸にもここまで立派な建物はそうないかもしれません。大昔の遺跡であるにもかかわらず、なぜこのように高度な技術が。父上、ここにいるか。その可能性はあると思います。本当か。ええ、探検家ならこういう場所を放っておかないのではないでしょうか。あ、アドルに感謝。とにかくまず町を回ってみましょう。
うだな。
にゃ。僕の番だな。行くぞ。承知。行くぞ。一息つけそうだな。足なくなってる。それもそうだが、またしても誰もいねえぞ。そんな、確かにこちらへ逃げてきたはずです。なっとらんのお前たち。しびるかと思ったぜ。わしか、わしはの父上。リコッタ、久しぶりじゃな。お？ってことは、もしかしてこの方が。うん、リコッタの父上にして探検家タナトス・ベルダイン、その人じゃ。思ったよりご年配の方なのですね。お前さんたちは。
ほど。あんたがT、タナトス、ベルダインか。どうやら間違いないようだな。
任せろ。よい。はっ。と。僕の番だな。Thank you.
ダーナ、どうなのだ。うん、アドルさんが無事に王都へ入ったよ。どうやらヒモロギの苗木がうまく道を作ってくれたみたい。まったく、神聖なるヒモロギをこのようなことに。昔からのことだが、よくもこんな邪道を思いつくものだな。邪道はひどいな。でもこれではっきりと分かったよ。アドルさんたちが旅しているのは廃墟と化した王都アイヒアス。どれくらい未来かわからないけど、かつてエタニア王国があった場所。認めたくないものだな。どんなに栄華を誇る文明もいつかは終焉を迎えるというが、このエタニアにもいつか滅びの時が来るというのか。ちょうど夢でアドルさんたちが通った道だね。なんだか不思議な気分だな。